こんにちは、パンナ大名の清水です。今日は、簡単ではありますけども、動画で、私清水的にかなり気になる一押しの一着が、ちょうど昨日届きましたので動画でご紹介できればなと思います。それがこちらです。エメティで、まあ、エメティといえば、まあ、ここパンナもね、代表するレザーブランドの一つですけども、これねめちゃくちゃかっこいいです。あの展示会で見た瞬間に、まあなんかね、一目惚れでもう即決オーダーしました。でまず何がいいかって、素材使い抜群にいいです。でメインとなってるところはこれムートンですね。でエメティってムートンは得意でいろんなモデル毎シーズン出してるんですけど、こんなもの初めて見ました。で何が違うかというと、その素材使いですね。面白いのがこの袖部分はこれニットです。でこれ正直サンプルの時はものすごくプレーンな編み地の、ニットでできたんですけど、実物上がってくると逆にむちゃくちゃこだわってくれました。要はケーブル編みの表情ができましたね。でこれニットもねすごく編みの表情もいいんですけど、ちょっとね細かいところの配慮も効いてまして、やっぱりちゃんとアウターとしてね着れるようにニット部分ちゃんとこれ裏地ついてます。だからまあアウターとして着れることを前提としていることはもちろんなんですけど、やっぱ耐久性、まあ、そういった面でもこういった部分大事ですね。であとね、素材使いで面白いのはこの見て分かる通りこの背裏部分、なんとこれ背裏のところはダウンついてます。そう、面白い。だから要はムートンに、ニットに、ダウンとい もうまさにトリプル異素材使いな、スペシャルハイブリッドアウターですね。でどっちかっていうとね、皆さんムートンって、まあ、全員が全員こう持ってるようなアイテムではなかったりすると思うんですよね。で僕も正直ムートンってどこかこうなんていうかな、まあ、ちょっとこうゴージャスすぎるというかね、一面もあったりとか、なんかここ最近これっていうのがなくて選んでなかったんですけど、これはむちゃくちゃいいです。まあ、要はショート丈のフード付きで、カラーがねまたこれめちゃくちゃいいんですよ。これもうシンプルにブラックなんですけど、このムートンとこのニット、ダウンと全部こう黒で統一されてるんですけど、このね質感というかね、このなんかブラックのこの、まあ、素材がやっぱ違うのでトーンってね若干違いが出るんですよね。でそのこうなんか組み合わせの妙というか、色出し雰囲気抜群にいいですっていうところで、早速着てみました。実はじゃん、こちらです。こんな感じですね。そうです、ねめちゃくちゃスマートです。これのいいところは素材としても、まあ、着てる感覚もそうなんですけど、ムートンなのにむちゃくちゃまず軽いです。このフード付きのブラック、こういう感じで、これ本当ね着心地としてはなんか普通のスウェットのパーカーに近いぐらい本当に軽さもあっていいです。でこれちょうど実はですね、昨日届いたばっかりではあるんですけど、早速1着くれまして、これ僕が168cm58kg で、これ今46サイズ着てます。というのもちょうど昨日44サイズがもう早速売れてしまいまして、まあ普段僕だと44サイズがジャストかなっていうところなんですけど、かなりねサイジングとしてもスマートなので、まあジャストはもちろん44がちょうど良かったかなっていうところなんですけども、46サイズを着てもそんなにこう違和感なく着てますね。だからもちろんヘビーアウターっていうところなんですけど、もうとにかくこの軽さ、見た目の雰囲気の良さ、このまあ独特のこうオーラというかね、もうそれは抜群にかっこいいです。そう、ムートンの本当久しぶりにね、このしびれるぐらいかっこいいものが来たなと思ってます。でこのエメティの、まあ、このムートンニット、ダウンっていうこのスペシャルハイブリッドアウター、まあ、要は、モデル名はこれローランドって言います。まさに新型なんですけども、カラーはこのブラック、一色展開で、サイズは、ちょっとワンサイズも売れてしまいましたので、残り店頭にあるのが46、48、50の3サイズで、価格が、20万5000円プラスタックスっていう価格になります。でもうほんとね、ムートンってなんかまさに主役級アウターの一つだと思うんですけども、こんなに軽やかに着れるムートンっていうのはなかなかないんじゃないかなと思います。スポーティーだけどもエレガント、まさにエンメッティらしい一着かと思います。
数はね、そんなにもうというか多く頼んでませんので、ぜひ店頭で見ていただきたいと思います。ぜひ、店頭にてよろしくお問い合わせもお待ちしてます。失礼します。